りはいつ払うんだよ。来週には必ず。もう勘弁してください。兄貴。ああ、すみません、本当こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。あんたら、夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。用件は昨日、うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません。でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか？何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わねえやつは見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのなあ、そんなの金払わねえやつらがあることないこと言ってるだけで。うわっ！金は払えないって言ってんだ。なら、やるしかねえだろうがよ！なんで？
すみません。もう、勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。おい、何やってんよ、おら。お前どこの組のもんや。すまん。すまんで済むか、ボケ。何もんや、お前。見とったで、キリュウちゃん。兄貴、キリュウって、そうや、道島の竜、キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、真島の兄さん。よせよせ、お前、組立ち上げるって話やないかい。そや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは。えらい、ええ女らしいの。みんな言うとるで。一度あんな女、こましてみたいってね。それより、このアホ、どないしようか。すんません、まさか、キリュウさんとは。いや。いいんだ。甘いな、キリュウちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。
まだまだ行くで。ほら、ほら、えら。ああ、なんや。その辺で。お前のためにやっとんだやろうが。もう十分ですから。ほう、ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。へい。